皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、みやびチャンネルのみやびです。今日はね、愛知県豊橋市にある、ラセーヌさんに、今到着して、312号室だったかな、今入り口にね、入ってまいりました。でここはモーテルタイプワンガレージ式ではなくて、なんかフロントでタッチパネルでなんか空いてる部屋選んで、でエレベーターで、お部屋までね上がっていく、システムになっております。はい、もう入った瞬間からね、ビンゴで、すごいレトロ感たっぷりでね、はい、良いと思います。じゃあ、早速ね見ていきましょう。これ入り口で今ね靴脱いだところです。で、ここ隣になんかお食事用の取り出し口、チャイムが鳴ってから開けてくださいって、出前もなんか取れるようになってて、ここからね、なんか取り出すみたいです。で下はねなんか、タオルかな、タオルと、パジャマか、はい、下はこれか、靴履くときに使う、ちゃんとあります。で、こんな感じの扉ですね。相当なんか年季入ってるっていうか、まずこの取っ手がさ、すごい、これ今じゃなかなか見かけないですね、こういうタイプは。なんか圧迫感ありますけど、でこちら右側がなんかトイレね、はい、床もなんか結構さ、ここは改装多分されてないと思うね、結構なんとなく感覚で分かるんで、すみません、ちょっとトイレットペーパー、これがさっき私使いましたんで、ちょっとまた三角になってませんけど、であとなんか上には、ちゃんと生理用品でナプキンがね、1枚入っていましたんで、なんか入れ物がなんか結構可愛いですね。まあちょっと男性の方にはあんまり関係ないんですけど、はい、たまになんか置いてあるのかな、ちょっとわかんないですけど、はい、でお隣が、浴室になります。本日は、ホテルラセーヌのご利用いただきましてありがとうございます。ご入浴後は浴槽の栓を抜いていただきますよう、
ご協力お願いしますね。たまになんか抜かないでなんか出ていっちゃう人がいると思うんでね。はい、これが、お風呂の扉です。中は、これ結構、すごい年季入ってるわ。ちょっとライトつけようか。ちょっと鏡あるな。なんかお風呂、なんか懐かしい匂いがね、本当なんか昭和の香りが漂っています、これは毎度毎度シャンプー、ボディーソープ、ドリンスね、はまあこれもなんかレトロだね。レトロっちゃ、あ、ここ青色なんだね。大体なんかお風呂って言ったら赤とかなんか暖色系のなんかタイルがよく使われるんですけど、こういう青色だとなんか冷たい感じがするんで、お風呂だと赤色とかね、なんかオレンジとかそういうなんか温かみのある色だと、あったかくねなんか感じるそうです。結構タイルとかもなんかなんか結構ところどころ剥がれちゃってますね。結構年季の入り方が、お浴槽、なんかねコメントでなんか お湯がなんか出ないってなんかあったんですけど、お湯お湯でさ、これちょっとなんか難しいやつじゃない、これ調整が、どうやってやるんだったっけな。これが風呂の量か。これなんか時間が経つとさ、これどんどん緩んでいくやつか。だいたい200リットルぐらい入れるのかな。150リッターぐらいか。で、これ お湯とお水をうまい具合に調整して、あれ、お湯が出ないってあったんですけど、お湯出なかったら、出ますね。出ない場合は、なんかフロントに行った方がいいですね。なんかちょっとジャジャボジャ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 漏れてますけど、あとはねちょっとこれ調整してもらうだけでいいと思います。結構こういうのもなんか味があっていいですね。はい、湯はとりあえずここはね、お湯は出ました。バスタブがまあこんな感じか。と上には照明、多分ここ全然なんか改装されてる気配がないんで、これ当時のままかもし
当時のままかもしれないですね。よし、じゃあサクッといきますか。で、お部屋に入ります。このきしみ音がすごいな。これ結構きしんじゃってね。これですよ。なんか歩くとね、なんかミシ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 すげえなこれ。結構味のあるお部屋ですよ。これあ、ガラス張りなんだね。あ、2月月間予定。今日は、2月の9日か。なんか丸がつけてあるよ。何、なんかあんのかな。お得な7日間、ぜひ来てね。6日から9日。13日から16日。あ、じゃあ今日来てよ。あ、よかったな。うん。ちょっと言うの忘れてました。先日動画でご紹介したホテル坂の坂さん、うん、あれさっき行ったんですけど、で門が開いてて敷地内にはまあ入れたんですけど、お部屋のガレージなんかね、段ボールの箱とかなんかいろいろ物が置いてあってなんか入れないようにしてあったんで、まあおそらく閉店で間違いないと思いますので、はい。で、あとなんか高齢者マークのついたなんか車が止まってたんですけど、多分そのオーナーさんの車だと思うんで、はい。まあちょっと電話がつながらなくなってしまったところはもう、閉店の可能性が非常に高いっていうね、ことだけ、ね、ご了承、いただければね、はい。いいかと思います。ちょっとね、残念でしたけど、はい。あ、ここなんかねすごいんですよ。これエアーシューター、これか。今ほんとこれなかなか見かけなくて、これ料金払うときね、ここに入れて、これですよ。これ多分筒がフロントから送られてくるんで、うん。で、筒がポーンって来たら、この扉開けて、で、中にお金入れて、で、このボタンか、ここにある。この赤いボタン、押すと、この筒がまたピューってね、あれ、フロントまで。行って、またお釣りが必要だったらまた戻ってくるっていう。うん。これ多分今の人知らないんじゃないかな、これ。今、ほとんどないんで。うん。わあ、これドライヤーも。レシートタイプの領収書です。領収書がご入用のお客様、レシートタイプの領収書を必ず受け取りください。手書きは、してませんよって、はい。レシートね。なんかドライヤーもなんか結構これ相当古いよね、これ。うん。どこのメーカーだろう。あ、ナショナルか。これ絶対、これ絶対昭和だぞ、これ。
製造年月日が書いてないの。まだ動くのね。あ、動く。あ、動くわ。すごいすごい。これ絶対これ昭和だろこれ。見た感じがさ、なんかナショナル。ドライドライ1200ワットか。あ、そうだね。で、これが、洗面台と。あ、なんかアメニティも、まあこういうのは誰か使う。あ、年配の人にはなんかねありがたいですね。よく使われる方が。下はかなりひび入っちゃってるね、なんか、で、これはなんだ。あ、暖房か。すごい、なんかなんだろう。絵がなんかちょっと、あ、こういうデザインか。これ動くんかな、これ。まあちょっと今暖房いらないぐらいなんですけど。で、テレビは地デジと。これも、あ、このさ、なんか絵がさ、すげえなんか印象的でさ、あのタッチパネルになんかこの絵が書いてあったんですよ。画角に迷うんだよな。今なんかこういうのあんまりなんか見かけないんでね、うん、で、あ、静岡茶と、あ、クッキーがあるのかな。あ、これ、ん？あ、コーヒーか。うん、お茶とコーヒーが入ってました。じゃあね、後でいただきます。じゃあ、下は電子レンジかな。はい。あ、これ冷蔵庫か。チューハイとか、あ、なんかいろいろありますよね。オロナミン C、ポカリ、コーラ、ウーロン茶、ビール、お酒、おつまみ。あ、多分これ、あ、柿の種だ。200円かよ。はい。いや、これ200円って言ったら、これもうちょっと大きくないといけないんじゃない？うん、
で、続いてベッドは、あ、結構綺麗で、うわ、なんかすごい、なんか レトロ感半端ないですね、これ。なんか豊さんとなんか顔を並べちゃうぐらい、あ、肩を、顔じゃなくて肩を並べるぐらい。あ、これ、あ、なんちゅうのかな、元気が出るあれ、作用が出ない、一日中、ちょっとこういうのってさ、なんかどうなんでしょうね、ない。うん、まあ、いや、まあ、よかったら試してみてくださいっていう。いや、アマゾンの方が安くねえ、これ。こういうのって。いや、まあ、それを言っちゃおしめよ、みたいな。ラッセン。あ、これ。あ、結構なんか。書体がなんかすごいレトロだね。あ、これ、あ、全部入ってんのか。さっきからジー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 言ってるなと思ったら、何これ、あの傷が、あ、昔な、あ、なんかこれ写真が貼ってあったんだ。すげえ、なんかおしゃれだ。昔のホテルじゃないよねこれ。あ、昔の、これ できた当初の写真かな。3、40年前ってのはなんかこんな感じ、ちょっとわかんねえな。ボロボロでさ、外見えるんですけど、住宅街でした。はい、臭いな、キロ。で、あとこれ花か。結構おしゃれですね。写真なんか気になりますよね、これ。うん、なんかこれ、回転した時のさ、うん、違うかな、これ。どっか、周り、昔さ、池でさ、うん、
ね、今日ね、こう、毎度毎度、ナゴラブさんご紹介の、紹介されてた、ラセーヌってところ。住宅街の中にあるホテルで、なかなかのレトロ具合です。お値段はなかなかお値打ち。さっきちょっと電話して、3時間で、あれ、3800円だったかな。うん。結構すごいお値打ちなんですよ。うん。はい。で、あとなんか、風俗雑誌とか、置いてあったんで、こう、なんか、抜きなびとか、多分これ、男性の方が一人で入って、まあ、風俗、まあ、デリバリーヘルスとか、まあ、呼んだり、してなんか遊ばれる方が多分多いと思うので、まあ、男性一人でもね、うん、大丈夫だと思います。ここは たまになんか一人はダメって言われるところがあるんですけど、まあだ、うん、大丈夫でしょう。まあ、雑誌が置いてあるようなところは本日は当ホテルをご利用いただきましてありがとうございます。あ、これ、あ、基地をね、ないんです。あとなんかこれカップル限定で、うん、コスプレもなんか衣装あるみたいです。無料だって。セーラー服とか、あ、巫女さん、え、あ、LL サイズか。はい。あとなんかここ食事もなんかできるみたいなんですよ。か水、まあ、やってないんですけど、なんかうどん、そば、あ、手がいた。普通ね、月見カレー南蛮、鶏南蛮、山かけ天ぷら、あと、冷たいお蕎麦、ね、季節もの、うん、あとなんかこれピザとかもあったんですよ。これなんか、あ、これデリバリーか。シカゴピザ豊橋店って書いてあるんで、あ、多分ピザの人持っていてくれるんだ、多分出前。あ、ここから、あれ、出前してくれるのかな、これ。たまになんか そういうなんか風俗店、風俗、まあ、ラブホテルとか結構なんか風俗営業っていうのかな、うん、そういうところはなんか配達してくれないお店があって、まあ、まあ、ちょっとインターネットでちょっと軽く読み流した程度なんで、まあ、置いてあるってことは、うん、頼めるってことだね。ピザもあるみたいです、はい、結構ピザ美味しいですね。まあ、ちょっとせっかく来たんでね、ちょっとおうどんでも、うん、後でちょっと注文してね、うん、どんな感じか、ちょっと食レポの方していきたいと思います。じゃあ、こんな感じかな。はい、ホテルラセーヌさん、いかがだったでしょうか。レトロ感がさ、結構強くて、私は結構ね、こういう感じのところです、うん、いいっすね。なんかすげえなんか絵になるっていうか、
昔のなんかあの電化製品って結構長持ちしてね、うん、性能もすごい良かったんですよ。今みたいになんかね、なんかそんな中国とかで作ってないからね、うん、全部あの国産でなんかちゃんとしっかりした部品使ってるんで、うん、まあああいうなんかドライヤーみたいにね長持ちするんで、これはちょっとなんか持ちすぎだろう、うん、まあいいか、はい、じゃあね、この辺でね、撮影の方終わりたいと思います、ご視聴ありがとうございました。今なんかここにあったね、あのお茶とかコーヒー飲もうかなと思ったらポットがさなくてさ、今ちょっとあのフロント、うん、9番に電話してこれあの持ってきてもらいました。でちょっとあのお湯今これは、うん、水だったんでもう沸かしてます、はい、でこれなんかインスタントコーヒーとかあのあったかいお茶が飲みたいよっていう人はね、あのフロントに、電話して、ポットを、持ってきてもらうような感じに、なりますのでね、はい、であとなんかさっきここあの食事ができるってことでカレーナンバー頼んだんですけど、なんかここ2つ以上じゃないとなんか出前してくれないみたいな、やっぱりなんかちょっと出前だったみたいで、でなんかお店のホテルのおばちゃんがなんか1つ頼んだみたいで、で僕の分ねまた持ってきますって言ってたんで、はい、1つはダメなのか、時間、まあ今お昼時なんであれですけど、1つピザか、うん、ダメだって言われた人はなんかピザとか、うんうん、そういったものね、頼んでみてはいかがでしょうか。はい、はい、今ね、ここでちょっと食事してみようってことでね、カレー南蛮の方を頼んでみたんですけど、やっぱり出前でした。うどんそばどころのアジエさん方も持ってきてくれたと思うんですけど、豊橋なんだこれ なんとか住宅前、はい、これお茶、うん、僕が作ったやつですけど、カレー南蛮850円かな、うん、結構なんか美味しそうですね。見た感じなんかすごい、これネギとかからしがちゃんとついてました。こんな感じで、なんかすごい美味しそうですね、これなんか、うん、これ。ちょっと見た感じが、なんかちょっと、うん、なんか味はなんか結構期待できそうな感じですけど、うん。じゃあちょっとね、いただくかな。今ねちょっと試食してみたんですけども、まあ味はやっぱりカレーうどんは、うん、若シャチ屋が、うん、一番美味しいです。まあ今食べてみたんですけど、やっぱり、うん、まあ家庭的な味かなと、うん、まあ家で食べるような、うん、
まあね、この辺飲食店あるのかな、まあちょっと面倒だっていう人が、まあ、あの家庭的な味でもいいやっていう方にはね、まあ、おすすめかもしれません。はい。じゃあね、まあ、おうどんの方をね、食べてね、これから帰りたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。じゃあ、フロントに電話してね、帰りたいと思います。あ、じゃあ帰ります。あ、持ってないです。あ、いくらですかね。はい。はい。休憩料金と、なんだ。あ、これ。カレーの合わせて4700円だって。多分これ、エアーシューター。あ、くるくるくる。エアーシューターですよ。おぉ、来た。これに、お金入れてくださいって感じで。これですよ、これ。皆さん見たことあります？これ、エアシューター。明細がこれね。2名様って書いてあるんですけど、1名。はい。5000円札入れたらこれでまた戻ってくるんですよ。で今5000円入れました。でこれをセットして、スタートボタン。お、上がってった、上がってった。なんか音的に今なんか到着したみたいな感じだね。シューって来た。うわ、そう。これは本当貴重な映像っすよ。これがエアシューターです。あ、お釣り。なんかお釣りだよ。300円くるかな。あ、来た。うん。ちゃんと300入ってました。で、これ筒を戻せばいいんかな。で、筒は、はい、面白いな。じゃあ、エアーシューターも見れたんで、じゃあこれで帰りたいと思います。お疲れ様でした。